縁編みは作品をデザイインンすする上でとってもままた大きななポイントになります昔の作品はよく細編みだけで縁を作っているものがあったんですがそうしますとなんとなく昭和っぽい作品になりますので私は今回は配色糸を使いながらそして模様編みの雰囲気も残しながらあまり重くならないような雰囲気でこんな縁編みにしてみました。 デザインはいろいろできると思いますがこれもいろろなところにポイントが出てきますので綺麗な縁編み自分のイメージに合った縁編みを考えながら作っていきましょうゲージを取りながらということも大事ですね 縁編みのゲージを編みます。今回縁編みは4目ひと柄にしました。4目ひ模様ということは4の倍数プラス1というのがゲージを測るために必要な目数です。8模様を作ることにします。4波32プラス1、33目作り目をします。1段目すべて細編みですので、ちょっと太めの針、2号太い5号で作ることにしました。 鎖三十三目編めました。ここで。実際に編む針三号針に。変えます。立ち上がりを鎖一目です。ゲージですから、このまま今回は裏山を拾います。もちろん半目と裏山。半目だけでも結構ですが。裏山を拾ってみます。 一段目は裏山を拾って、細編みで編みます。二段目です。立ち上がりをして。二段目は細編みと鎖の連続ですが。模様編みを、のリズムを考えたときに。ゲージの場合は、細編み二目から始まります。細編み二目、鎖一目。一目飛ばして、細編み。 実際の作品は輪に編んでいきますので細編み鎖と編んでいきますがゲージの場合は最初細編み2目から始まりまりした。次からは細編み1目鎖1目これを繰り返していきます2段目は鎖目1目編んで最後は細編み2目で終わります。 ゲージですから、平らに編むためのということで、実際の記号図と同じではなくて、最後は細編みで終わります。次の段色が変わりますので、色に変わりました。はい、これもゲージですから、鎖3目立ち上がりをします。実際の縁には出てきませんが、立ち上がりをして。次は長編みですが、糸をかけますが、はい、そして。 編んだ鎖ををに拾って、長編みを編みみます。間鎖1目長編み鎖1目これが一模様になります。一模様は4目一模様ということで長編み鎖1目長編み前段の鎖1目飛ばして。 次の鎖を側に拾う。編み目としては三目飛ばすことになります。細編みと次の鎖と次の細編みを飛ばして、その次の鎖を側に拾って。長編み一目鎖一目、長編み一目。さらに鎖一目。四目人柄になります。三段目の編み終わりです。 最後の鎖のところに長編みを入れて、鎖一目編んで長編み。そして最後は細編みの上に長編みで終わります。四段目そのまま原色のまま一目立ち上がりをして長編みの上に細編み。これはゲージの場合だけです。はい、次は長編みと長編みの間の鎖を一目 側に拾って細編み一目細編み間が鎖3目同じ目同じ長編みと長編みの間の鎖のところに側に拾って細編み一目間鎖1目長編みと長編みの間の鎖を側に拾って細編み鎖3目同じ目に細編み一目鎖を挟んで 細編み、鎖三目、同じ目に細編み、これを繰り返していきます。四段目の編み終わりです。最後は細編みを編んでところで鎖三目目に細編みを編みます。ここで色を変えましょう。 B 色に色を変えて、そのまま立ち上がりをします。これも縁編みだけには出てきませんが、最初は細編み。続けて、鎖を前段の鎖を側に拾って、細編み2目。間、鎖2目。細編み2目。次は間に長編みを編みますが、 糸をかけて123段下3段下の鎖この鎖は使わないでそのまま穴が開いていますのでその鎖のところに側に拾って長編みを編みます前段の鎖を側に拾って細編み2目間 鎖2目編編んで即に拾って細編みを2目次の長編みは前の段ではなくその前の段ではなく3段下実際の編み地の2段目の鎖に側に針を入れて長編みを編む。 おかけて長編み多少長めに足は長めに編んだ方がいいと思いますあまり短くしてしまいますと編み地が縮んでしまいますので少し足を長めにして長編みを編みます縁編みにはボタンホールを開けることにしますボタンホールの場合は実際には長編みを編むのではなくてここは細編み前々段の長編みと長編みの間の鎖を即に拾って細編みに 変えて編みます。これでボタンホール、ボタンの穴が開きます。また続けて模様をそのまま編んでいきます。縁編みの時にボタンホールをどうするかということも考えておくと、ボタンを選ぶ時に便利になりますので、穴もここで実際に開けておきましょう。縁編みができました。これをアイロンで軽く整えてください。 みイメージ通りに編めましたでしょうかこのまま突然身ごろから拾い出すという方もいらっしゃるんですがそれはとっても怖いことですうまくいけばいいんですがまあそうですね何十回に1回ににぐらいいななるんじゃないでしょうか少し大変ですがこのゲージを測ってその縁編みのゲージを元にして身ごろから拾っていく袖口から拾っていくという方法 これをぜひマスターしてください編んだ縁編みのゲージを測りますこの場合ですと123456模様が8.1となりましたこれを計算をしてみます 1.1割る6と計算します。そうしますと一模様が1.35センチということが分かりました。縁編みは一模様1.35センチとメモをしておいてください。一模様四目が1.35センチということが分かりました。ここから縁編みの広い目、広い目の模様を計算をしていきます。まず 後ろ身頃、前身頃。この裾から行きましょう。後ろ身頃は27模様でした。そしてこの27模様は人柄が6目でしたので、作り目は163目でした。前身頃はその半分、13.5模様で82目の作り目でした。今回裾はまっすぐに編みますので、人模様がこの裾の中に何模様入るかという計算をしていきます。 寸法4 6ンチです。その幅は、後ろが4 6ンチでした。46割る一模様が1.35。34模様ということになりました。そから拾い目する、拾っていく縁の模様数は3十 4模様拾いますということが出ました。人柄4目ですから、それにかけて4かけていただきますと、136目拾えばいいですよということになります。前身頃です。前身頃は46センチの半分で23センチでした。2 3一1 3 5はとなりますと、 そのまま、後ろの半分なので、計算しなくてもいいんですが、17模様です。ということは、全体で68模様ということになります。あ、17模様も目数に計算しておきましょう。17×4 はということで、目数としては68目、半分ですね。 これで脇が閉じ、閉じてありますので、巣を拾っていくことになりますが、この時に、この模様数が4の倍数プラス1になるようにしたいということなんです。4の倍数のままですと、片方終わることがなくて、左右対称に終わりができませんので、この時の全体の拾い目の数は、4の倍数プラス1ということになります。今、ここの全体を見ますと、 136×2 ですから、272目、七十二目となりますが、今ちょうど4の倍数ですので、これプラス1にしていただくと、これで4の倍数プラス1ということになって、合計は273目ということになります。では、この模様から、13.5模様から、 17模様を拾うということになると、あれどうやって拾ったらいいかということになるわけです。もちろん適当に拾うこともできるんですけれども、ここで同じ模様数なら特に問題はなかったのですが、模様数が違うということ。そこでこちらの目数を出してみたわけです。82目から68目、あ、プラス1はちょっと後で考えることにして、68目ということは差が14目です。14目。 ここ見ると13.5模様でした。そうすると1模様につき1目ずつ、1模様6目だったものを1目6模様から5目ずつ拾っていくと、大体この68目になるなということは想像がつくと思います。後ろも見てください。全体が163目。そして後ろの身頃だけですと136目。この差というのは、 1 3 6 3百1 3 6はで27目です。はい、ここをご覧いただくと、このガラスは27模様でした。ということは、27目ということは1模様につき1目ずつ減らしていただければ、こちらの模様136目になるということです。27目引いて、人柄6模様だったのを、ところから5目ずつ拾っていただければ、136目になりますよ。 そしてそれは三十四模様になりますよということになるわけです。ここがその広い面ということになります。袖口の計算もしてみましょう。袖口は寸法は二十。 9センチでした。模様数が17模様。6の倍数でプラス1をしましたので、103目の作り目をして編み始めました。これを袖口の縁編みの何模様を拾っていくかを計算していきます。袖口29割る1模様が1.35です。21.48ですので、21模様ということにします。 21模様を拾う21模様というのは何目かということを計算していきますとこれはプラス1をしないで 21×4 はということにするとしますそうしますと84目84目打ち編みの目数があればいい差は見ましょうか103目マイナス 84は19目減るということになります。19目の差がありますので、17模様から19目ということは、どっかを2箇所ほどで、さらに1目ずつ減らしていただければいいということになります。人柄6目の模様を5目ずつ拾うところと、それから4目拾うところ、それを2箇所作っていただきますと、84目ということになります。 その方も袖口の方も一模様の目数6目だったところから5目ずつ拾っていけば縁編みの模様数になるなというところこれを頭の中に入れておいていただきますと後で拾い目をするときに迷わずに拾えると思います続いて前立ての拾い目の仕方襟ぐりから何模様を拾っていくかという計算をしておきます前端は 全体で45センチでした。そして45センチの時の段数は58段。模様にすると人柄が4段でしたから17模様ということに編み上がっています。そうすると45センチの前の竹の中に1.35の縁編みが何模様入るかという計算をします。33.33 33となりましたがここを 34模様を拾うということにしておきます。前端から34模様を拾う。さあ、34模様を拾うわけですが、目数としては34かける人柄が四 4, 4目でした。4プラス1ということで、目数は137目拾うことになります。先ほど33.33 33となって34というふうに 書きましたが、なぜこう33模様でもいいんじゃないかと思われるんですが、ここの前身ごろに戻っていただきますと、17模様。これがポイントになってきます。1模様から2模様を拾っていくということに考えていただくとどうでしょうか。17の場合が34ですから、1模様4段から8目の2模様ずつ拾っていく。そうすると、ちょうど34模様になります。 33模様でもいいんですがそうしますと拾っていく時にやはり拾う目の目数の調整をするのが大変になってきますので、まあ、ほんのちょっと違うんだけれども少し多いんだけれどもこの部分を34に調整したこれも後の操作を考えた時に調整したんだなということをちょっと頭に置いておいてください。続いて前ののりりですカーブの寸法を測ったところ こ,こが12とということになりました後ろはこれもカーブなんですが後ろ襟ぐりはやはり伸びてきますので後ろ襟やきの寸法1 5センチをそのまま使うことにしますそうしますと前の襟ぐりは12割ることの1 3 5 8 8 8とありましたのでこれは旧模様旧模様を前の襟ぐりから拾う。後ろは15割る1.35。 1> 1. となりますので後ろ11.11ですのでこれは11模様を拾うということにしましたそして前身ごろ前の襟ぐり両方で18右と左がありますので18模様後ろが11模様 18+11 ということになりまして合計29模様襟ぐりからは29模様を拾いますと。 でここはカーブですので何目から何目ということはできませんので前入りぐりからは9模様目数は29模様の4人柄4でしたさらに左右対称ということで1目足しますので 29×4 足す1はということで117目拾うということになりますここで縁編みの拾うところができてきました 計算ができました。さて、ボタンホールの位置を決めなければいけません。34模様、この模様数から割り出しをしていきます。一番上のところ、模様が1目、ここで角を曲がることによって、1模様と1模様、ここでプラス1模様。プラス1。下の方でも角を曲がるときに模様が増えてきて、プラス1ということになって、合計36模様を前、 縦の分ということになってきます。36模様です。一番上のところにボタンホールを、まず、スルスルをつけることにしましょう。あとは、これをどんなふうに割り振っていったらいいかというと、36模様で、5模様ずつ、とりあえず。5模様というのは、一つ穴を開けたら、穴を開けないところが4つ。4柄ですね。これ5になりました。 そうしますと 36÷5 ですから7ボタンホール7プラス1ということになりましてボタンホールが1234567とあって最後1模様増えたところに1つくるこれで合計36模様ということになります12345675735模様 一模様増えた最後のところに穴を開けて36模様間は開けないところが4模様34模様を拾いましたけれども両端で一模様ずつ角を曲がるときに増えていきます合計36模様ですそしてボタンホールの割り振りをしたところこれでちょうどうまく収まるということになりますさあボタンを買うときの数です 穴は8つ開くということになりましたのでボタンは8個購入してください予備として心配な方はもう1つか2つ足してもいいかもしれませんさあここで縁編みの拾い方すべて準備が整いましたボタンの選び方結構これが大変なんですがこの選び方のコツも お教えしたいと思います。ボタンを用意することにします。さて実際にボタンと言っても一口に言ってもいろいろな種類があります。こんなふうにしてその節編みを持っていくと合わせ方が一番わかりやすいと思いますが、例えば。 この作品はどちらかというと大人っぽいドレッシーな分野に分類されるかなと思うときにこんなふうによく貝のボタンで穴の開いたボタンもあると思います大きさも様々で大きさはいいんだけれどもさてこんなふうに置いてみるとちょっとシャツのような感じになってしまいますしこの穴が開いてるボタンというのはどちらかというとドレッシーな作品は避けたいんだと 少し模様があったとしてもやはりカジュアルになりすぎるかなというボタンですねそれからこれも、まあ、大きさもいろいろありますがこんな革のボタンというのもありますこれも夏の素材に革というのもこれもあまり合わせたくないこういうものは荒模様のジャケットとかそういうものの方が使いやすいかもしれないですね色を合わせようというのも一つの手だと思います ゴージャスですし、アドレッシーだからいいかなとも思うんですが、ちょうどボタンの色と縁の色もなんとなく合うような気がします。真ん中にダイヤのようなものも入っていいかもしれません。ですけれども、開けた、もうこれを無理やりにこの穴に通すというのはちょっとも,もう無理があります。だからといって、2つ分の穴を開けてしまいますと、今度は縁編みからはみ出してしまうということにもなるわけです。 大きさも大体この前立ての幅の半分ぐらい、半分から半分よりちょっと大きいくらいを目安にするというのもこの大きさの部分で大事だと思います。ということで、じゃあ小さいものもあるわけです。これもなんとなくブルー系とグレー系が入ったようなパールのボタンでいいような気がしますが、このボタンはちょっと小さすぎて、スルッと抜けてしまうということにもなります。 あとからこの穴をかがるという手もありますが、ちょっとこれも今回は避けてみたいかな。それから大きさもこれもパールのボタンでも全体的になんとなくしっくりくるし、これでもいいかもしれません。パールではなくて少しちょっとまたキラキラ光った。これもまあ悪くないな。四角っぽいデザインでこれをこう横の真四角に置くのではなくて、ちょっとこうつけるときにダイヤの形にしていただいても雰囲気が出るかもしれません。 横のこの尖ったところとなんとなくデザインが合うような気もしますしこれもいいかもしれませんそれからどうしてもないなって言った時にはこの透明なボタンを使うことも私もよくあります透明なボタンですと下から糸の色が映ってきていいかもしれませんしただどうしても存在感という意味ではちょっと残念かなとどうしてもない時は透明なボタンでもいいと思いますということで今回私はちょっと外国製のアンティークで 値段200円だったんですがこんなボタンを選ぶことにしましたガラスに見えるんですが実際はこれはプラスチックですガラスのボタンも綺麗なんですがやはりこの重みが出てしまいますニットにつけるボタンの場合はなるべく軽いものをつけるというものも一つのポイントかもしれませんそしてボタンホールのところにくぐらせてみるときつくもなくゆるくもなくということでうまく収まりました これを8個用意することにしますやはりせっかくこの縁編みのゲージを編みましたのでこれを持ってお店に行っていただくそしてその上に実際いいなと思ったそのボタンを置いてみていただくそうするとボタンだけ見た時よりもこの編み地の上に乗せた時がまた雰囲気が変わってしまうそして先に私はゲージを編みましょうと言ったのは いいボタンがあってぴったりのボタンを選んだとしてももしかしたら穴に合わなかったりそれから数が足りなかったりということが出てくるわけですですからこのゲージの段階でボタンを選びましょうということをアドバイスさせていただきましたまあ一つボタン選びも大変だなんですが選びながらいろいろなものを見ていくというのも楽しみの一つです ななかなか難しいボタン差が少なくなりましたという話も聞きますがなるべくお店を見つけてあるいはお店の方と親しくなってアドバイスをいただくのも一つの方法かもしれません。素敵なボタンを見つけてくださいね